皆さんこんにちは、エルザです。今回もトライストリンガーとおなじみのギアを使ってプレイしていきたいと思います。いつものようにトラストを使っていくわけだけど、一角を狙うようになるのってかなり難しいですよね。ということで今回は一角を当てれなくても狙うことの優位性について話していきたいと思います。とりあえず1試合目は流しながら話をしていきたいなと思います。ヒラメということで、いつもの通り左ポジションを取ったわけなんですけど、ヤガラになるとね、結構このマッパしんどいよね。初動で左敵が来るかどうかでだいぶ序盤の動きの優位性は変わるような気がします。で、せっかくメガホン溜まったんでガンガン使っていきましょう。あのナイス玉倒したいところやったね。さあガンガンメガホン使っていきます。やっぱメガホンは筆入ってからだいぶ優位性増したよね。さあここも9取って、まず中央で抑えに行く。アイドラがちょっと邪魔だね。あそこ届かないんだよね。さあここはポイズン投げて一旦逃げよう。お、味方粘ってるね。ナイスキル。味方さんナイスアシスト決めてくれてるね。メガホンが当たる。マジでメガホン、あの、キル取れるようになったよね。でも自己率が上がってんだろうなと思ったりしてるんだけど。まあ、ここはちょっとね、ちょこちょこ打って。あ、なんかヒレオくんいた。ヒレオくんがいる。ヒレオくんがずっとそこ隠れてる。いたね。ほら。やれ。味方ナイスやね。まあ、ああいう風に連携取れれた時は本当楽だよね。あ、ナイスキル。乗りたいけどね、さすがにブラスターとね、ちょっと考えるよね。わー、味方ナイス、そこ取ってくれるんだ。さあ、いいナイス玉。あ、上から来てる。これ取られるよね。ナイス防衛だね、相手ね。まあ、でもこっち3人まだいるから全然攻めれる。モデさんがもうナイス玉の準備してるね。なんか降りてきたね。そっちもいるね。これ取りたいね。これ取りたい。ちょっちょい動くからな。ナイスナイス。いやー、ヒッセンとハイドラとブラスターっているからな。ちょこっと当たっただけで全部カス当たりでやられるみたいな状況だし、まあ、ちょっともう少し削り切りたいかな。とりあえずここで一回乗ってキープして、はい、ナイスキル。ここで直出るな、強い。ここいるんだよね、キリオくんの登場。よし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 、ナイスナイス。そこハイドラきつい。あー、味方ナイスナイスナイス、ナイスっていう感じで、一角ですね、狙うとっていうところだったんですけど、多分一発一発がかなり敵を狙って行動してたのが見えたんじゃないかなと思います。まあね、これがなんで優位性高くなるのかっていうか、一角を狙うことの意味っていうのについて次は話していきたいと思います。はい、それじゃあ本題に入っていきたいと思います。今回のメインは一角を狙うことの有効性という話ですが、これは相手が感じる圧力に影響を与えます。正直一角を当てれるかどうかの問題ではなく、狙うことによる威圧の恩恵っていうのが重要になりますね。もちろん射程や距離感、精度など問題はありますが、どれくらい狙いすましているかによって相手の動きが大きく変わるっていうのが特徴です。100発100中っていうのができればいいんですが、それはどんなに頑張っても無理な話なんですよね。では一角が発生しないのに一角狙いが有効になる理由について話をしていきたいと思います。1、敵の動きが鈍る。まず一角を狙う意識が高いと起きることは、相手の動きが鈍るという点です。これは命中率とタイミングの精度が影響しています。
まず命中率に関してですが、一角を狙うのと攻撃をただ当てるだけではエイムの精度とマップの高低差理解に差が出てきます。一発当てるだけのことだけを考えた場合、相手の動きをよく観察して動きが止まったり移動先を狙うようになります。これは自分が思っているよりも相手は狙われているという危険を感じるので動きが鈍る原因となるんですよね。こうなると狙われた相手はマップの移動も大変になってきますので、意識が逸れてしまい対面するときに鈍ったりっていうことが起きていきます。これに関しては自分だけでなく味方にも恩恵ありますね。まあ、自分だけでなく味方のためにもなりますので、積極的に狙うっていうことはしていきましょう。続いて2つ目ですが、タイミングを潰せるという点です。一角を狙うタイミングもかなり重要で、後衛同士の睨み合いなどではその脅威度合いが大きく影響します。よくあるのが壁越しの対面ですね。壁越しの対面はタイミングが全てだと思っています。まず考えてもらいたいんですが、相手の弓が定期的に一定の間隔で攻撃をしている場合、タイミングをつかみやすいってことはないでしょうか。これは相手の攻撃自体に対して避けていた場合、脅威を感じておらず隙を伺える状態になっているためです。そのためタイミングを伺える余裕が生まれて、カウンターを決めれるようになったりっていうことができるようになります。またこの攻撃が面白いのは、たまたま1回の攻撃で大ダメージを受けてしまうと、相手はそのたった1回で危険を感じるという点です。たった1回の大ダメージなんですが、相手の動きが意識する可能性があるんですよね。これだけで相手の攻撃のタイミングを潰せるので、なかなか面白い結果ってなることが多いです。続いて最後3つ目です。ラッキーキルが狙えるっていう点ですね。これは適当な回答のように見えますが、実はかなり大事な要素です。スプラにおいてラッキーキルというのは読み打ちの積み重ねとなっています。これに当てはまるのは壁裏やポジションといった相手が見えない場所でのキルですね。適当に場所を見て撃つというのは本当のラッキーキルとなりますが、そこにいるであろうという狙いは読みの力をつけてくれます。意識があるかないかという話ですね。実際にこの試合の数をこなしていて、いろんなマップで一角を狙っていると敵の動きの傾向というのは分かりやすくなっていきます。この辺りならこの壁裏とかに届くなという感じですね。一角を狙うことによってイメージが出来上がるというわけです。このイメージができるとより壁裏や局者の精度が高くなっていきますので、当たらなくても一角は狙うということは非常に大事と思います。弓を扱う上での経験値としてとても貴重なものとなりますからね。ということで、以上3つの一角を狙うことの優位性についてでした。それでは残り時間もありますので、試合を見ていきながらその一角の有効性を見ていきたいと思います。さあ、ここは前線に出ていきましょう。もう出ないとね、さすがにね、ちょっと帝王イカがしんどいんで、一回金網に逃げて、金網に逃げて、で、終わりを狙いっていう感じかな。で、ここなんだけど、味方がキル取ってくれたからね、結構余裕持っていけます。ただ、なんかいそうなところもあるので、ポイズン投げて、先に警戒だけすると。で、ここ。先に一発当ててると結構あれだけ横に動いたりとかするんですよね。あの動きをさせるのがやっぱ当たってるか当たってないかとか、その狙いすまし度合いで変わってきます。で、ここは一旦飛ばず自陣からかな。ちょっとスペシャル貯めながら足場整えてってところかな。ここでね、一回当てるとやっぱ逃げるのよね。一角は取れなかったけど、結局その当たったことが一番大事で、結構脅威になるんですよね、ダメージが。それが結構重要です。でここをメガホンを使ってしっかりと対策をするって終わりとなります。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。